パイプを買うのかなと思って、ちょっと江戸さん、このカゴを、かわいらしいカゴを持って、どういうパイプ買うのかっていう。一周回ってなんか分かったみたいな感じ出してるのはちょっとプロの要素を出してる雰囲気を感じますけど。でもあれどうやって抽出されてるんですかね。ああ、動くやつですよ。あれはただはめ込めば動くんじゃないですか。あれ縮んだりしてます？動いてるだけじゃなくて。してますね。なるほど。そうしたいですよね。それがそんなことできたらね、もうプロですよ。もう私の中ではサイズがちゃんと合ってればもう OK という。あのカチッてはめるやつが売ってないしね。なんか連結させるカチッカチッってやるやつを見かけないという。カチッカチがいない。なんだエルボ。これなんかスペーシアム用のやつなんですけど、ここの真ん中移動するだけですね、うん、だから伸び縮みないし、動くってだけでしょ。なんだこれは簡単じゃないですか。だって、うん、ただシュ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 ってなる、うん、どれも買えますか。といってそのくっつけるやつが売ってなくないですか。こういうやつ、こういう C みたいなやつ。それはあれじゃないですか、つけるやつじゃないですか。その間につけるときにこういうのいないとつかないじゃないですか、動かせるにしても。あー C がいないです。なんか遊びがあるやつですね。うん、まあ、T もいいかもしれないですけどC がないと色は全然、色は N 色で大丈夫です。これにしましょう。はい、それ統一できます。これ1メーター、それ統一協会できますか、ね、これバキッとならない。20センチ方の、はい完璧です早いな。大丈夫なんですか、ね、これを、うん、こうやじゃないですか。はいはい。ここはですね、なんか緩いな。これじゃない。これ16くらい。下も3センチにしたいからですよね、うん、この下にこう伸びるやつが欲しいんですよ。足のやつですよ、ね、そう、うん、これいいっすよ。なんかこの真剣な眼差しを皆さんご覧ください。ああ、なんか分かりましたみたいな感じで早いのかなと思ったら、こっからがだいぶフィッティングタイムらしいです。フィッティングタイム長いですね。ちょっとあ、これなんかドラえもんの手みたいな。この足、最後の足につけるやつですね。そのあれね、確かにドラえもんの足はいました。ドラえもんの足だとブレブレになりますよ。あ、そうですか。僕はこうちょっと段差があってもこう高さ変えられるみたいな、床に優しいやつにしようかな。床に優しいやつあるんですか、ね、これはね、三沢もびっくりのエルボっていうやつですからエルボ。でも C みたいのがいないからな。C
すみみたいなのが、はい、分かりました、来ましたよ。で、こういうのをつけられる、つけられる、まあ大きさがね、起きた、うん、なるほど、あ、そういう感じで、うん、でもこれ使わない、これが欲しいんじゃないんですよね、とりあえず、1メーター1メーターの、こんなじゃん、これがあって、うん、こいつがあって、はい、こんなのがあって、うん、こうなるわけですよ、うん、で、こいつはもう完成してる、で、ここえ、パイプ、ノーパイプカットだね、ノーカット編集、あ、なんかこれ2メーターとか買った方がいいのかな、ノーパイプ、値段的に、あ、2m 買った方がいいんだ、あ、でも同じぐらい、874、あ、あ、一緒じゃない、とりあえずここを元に、はい、ここに持続する、うん、あれをちょっと取りに、まあ、ここはあとは、ね、N座の世界でしかない、もう時間かかりますけど大丈夫、まあ、時間は全然だってそのために入ってますからね、これは何を探し、あの、下の床によくあの、キャッチとかこう、くるくるやると伸びるやつあるじゃん、あ、アルミテープ忘れた、買っちゃおうかなアルミテープでね、車を変身できるという裏技があるんですよね、何かを探し始めています。